全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで今回はこちらキューコンを新しくね厳選育成いたしましたので、こちらを使ってポケモンバトルやっていこうというふうに思うぞ。努力値が CS ブッパー、特性が日照りです。登場した時に天気を晴れにするということで、まあ晴れパのね起動役として有名な、ポケモンとなっております。技構成が大文字、ソーラービーム、鬼火、置き土産ということで、大文字はねもう純粋に効果力の炎技、かっこ命中不安で、晴れ状態だと炎技の威力が上がるんで、大文字の威力もさらに向上されてとんでもない火力が出ると。でソーラービーム、1ターン目に光をいっぱい集め、2ターン目に光の束を発射して攻撃する。これはね晴れの状態であれば1ターンで光を集めて、そのターンに、攻撃することができるので、晴れパと非常に相性のいい、草技でございます。で鬼火なんですが、これは純粋に物理ポケモンを止めるためにね入れてます。鬼火を打って火傷状態にすると、相手の物理攻撃がね半減するので、非常にね優秀な技となっております。そして最後が置き土産、自分の HP が0になるんですが、相手のね攻撃と特攻を2段階下げることができると。このキューコンの置き土産、これを使ってキューコンはねそのまま退場して、自分だけ一方的にハレパエースを繰り出していくことができます。これね、キューコンのね、すごいいいところかなって思いますね。で、持ち物が熱い岩です。持たせると、ポケモンが日本晴れを使うといつもより晴れの時間が長くなるということで、まあ純粋にね、キューコンポンって出せば、長い間、7ターンだっけ ?8 ターンだっけ?結構長い間ね、晴れ状態になるんで、あとはもう鬼火で物理ポケモン止めたり、置き土産でね、相手のアタッカーを機能停止に追いやって、自分の晴れパエースで積んでいくと。いう感じになっております。でやっぱ後ろのハレパエースがどんどん積んで殴っていきたいので、やっぱり熱い輪でね長い間ハレ状態にしたいっていう思惑があるんじゃよな。うん。でハレパエースがウツボットです。この成長だね、成長は攻撃と特攻を1段階上げるんですが、ハレ状態で使うと2段階上昇になるんです。なのでキューコンを出して、まあ鬼火ないし置き土産でね相手の攻撃力を削いだ上でウツボットに下げて、ウツボットで成長積んで、ソーラービーム、ヘドロ爆弾、そして晴れの状態であれば炎タイプのになるウェザーボールで、どんどん殴っていくということで、もうね非常に相性がいい、構築となっております。今回はねこのキューコン、ウツボット、この2匹を軸にポケモンバトルやっていこうかなというふうに思うぞ。早速ポケモン対戦やっていこう。ピッピカチュー。マッチングいたしました。相手がトドゼルガ、フアライド、ラプラス、ウインディ、ウォッシュロトム、そしてマンムーということで、よろしくお願いいたします。まあそうだね、なんかドータ君連れて行きたいよな、ぶっちゃけ。ただウインディも重いんだわ。ウインディちょっと重くて、ウインディを倒せるポケモンってマンムーしかいないんだよな。マンムーも連れて行かないといけないということなんですが、まあ先発牛ゴンで行きますか。牛ゴンで、牛ゴンウツボットは確定。ただマンムーなのかドータ君なのかってところだよね。ウィンディ出してくると思うんだけどな。ドータ君がいればマンム全然怖くないんだよ。さすがにドータ君かな。ウィンディはウツボットでなんとかします。お願いします。さあお相手先発ロータムを繰り出してくる。ならばよしです。さあギューゴンを繰り出していき、ひでらせていき。まあ一発ソーラービームで OK だと思うけどね。うん、言うてねハイドロポンプは多分大丈夫なんで、はい、一発は耐えてくれるんじゃねえかなっては思っている。さあ相手の方が早い。こだわりスカーフかな。うん、私最速で育成してるんで、相手の方が早いということはこだわりスカーフでしょう。さあフワライドを繰り出してくる。フワライドは厄介だね、普通に。うん、普通に厄介。だからこのソーラービームで、耐久半分まで削れないんで、あれは発動しないと、軽技は発動しないということで、まあ大文字一発打ちますか。晴れか大文字ボン。さあこれで相手の方が足速くなっちゃうはず。
さあ小さくなるを使ってくる。相手軽技持ちなんで、軽技持ちなので相手の方が早いんですが、力を吸い取るとかやってくんのかな。身代わりか、小賢しいな。大文字外れる可能性あるからな、それが嫌だな。当てていく。うん、これ相手もう身代わり貼れないんじゃないか、体力的に。うん、大文字連打でいいかな。うん、小さくなる連打ね。力を吸い取るじゃなくてよかったです。大文字当ててくれたらすげえ余裕が生まれる。当たんないよね。当たんないんすよ。こいつ相手にはあれができないんだよね、成長ができないんで。バトンタッチしてきた。さあ誰にバトンタッチをするんですか。トドゼルガにバトンタッチしてくると。なるほど、絶対レードを当てたいマンですね。絶対レードを当てたいマン。キューコンちょっと取っておきたいな。ドータ君に引くわ。うん、ハレカのことも考えてキューコンは取っておきたいんで。冬で地割れは効果がありませんということで、まあジャイロボールをしていきますか。絶対レードドータ君には当たらない。ジャイロボールも当たらない。はい、完全運ゲーの始まりです。はい、当たらない。さあジャイロボール当てていく。全然効かねえや。さあ日差しが元に戻ったということで、大爆発しちゃうか。ここどう、もう大爆発しちゃってよくない、いい気がするんだけど。大爆発するわ。ドータ君いらないっしょ多分。フワライド、ロトム、トドゼルガでしょ。うん、ドータ君いらないんで大爆発します。ここ当ててゆく。えーら、ドータ君、ドータ君えーらクソ偉いわ。さあキューコン切り替えます。さあヒデリをぶち込んでいき、まあ置き土産打つ必要ないけどね。うん、ソラビーム打ちます。さあ当たるのでしょうか。果たして。当てていく。偉すぎ、マジでマジで偉いわ。偉すぎて涙出てくる。さあフワライドを今一度繰り出してくる。大文字当ててくれればオッケーですね。よし、オッケー。大文字当ててゆけ。運ゲーで勝とうなんて甘えんだよ。こっちはな、思慮深くな立ち回りを考えてんだ。おめえみてえに運ゲーで適当に勝とうなんてのが、あ、ちゃんちゃらおかしい話ですわ。ソーラービームでハイドロポンプ、これはどうだろうな。ヒデリカだけど耐えられなそう。うん、オッケーオッケー。最後がまあウツボットなんで勝ちですね。はい、でこだわりスカーフだろうからハイドロポンプしか打てないんだろうから、うん、ソラビーム連打で勝ちです。さあウツボット光を吸収していけ。ソラビーム打ち放っていけ。キューコンめちゃくちゃ活躍したぞ今回の試合いやー、よかったよかった。完璧な対戦です。対戦ありがとうございました。マッチングいたしました相手がハッサム、ラフレシア、グライオニング、バシャーモ、ガブリアス、そしてウォッシュロトムということでお願いします。まあ先発はキューコンでいいでしょう。で裏がウツボット、うん、ハレパはね、やっぱこのウツボットがかなりね大事になってくるんで、しっかりと使っていきたくて、ラスト1体に関してはマンムーなのかなって思います。理由としてはグライオニング、ラフレシア、ガブリアスを見れるからです。バシャーモもタスキがあれば倒せるんで、まあ、マンムーがすごいいい感じかなということでお願いします。さあお相手先発グライオンが繰り出されてくる。まあそうだよね、牛ゴンを繰り出していき、ヒデリを打ち込んでいくんですが、相手ドクドク玉を打ちたがるかな。ドクドク玉の効果を得たがるかどうかっていう部分なんですよね。一発鬼火打ちます。通った、通りましたね、完璧に。これで相手ポイズンヒール発動できないはず。普通に地震を打ってくる。しかしヒデリカじゃねえや、鬼火を入れたんで、しっかりとね、
ダメージをあまり受けずに済みました。で、相手は火傷のダメージを受けるということで、キューコンを取っておくかどうかなんだよな。置き土産打ちます、ここ。うん、さあ置き土産バッチリ打ち込んでいき、これで相手のグライオンは完全に機能停止と。うん、完全に機能停止しました。オッケーオッケー。で、そこで現れるのが、ウツボットということですね。はい、来た来た、完全にウツボットのターン、成長します。もう相手の攻撃なんてろくに効かないから、これで。うん、はい、挑発打ってももう遅いです。わしの方が早いです、グライオンさん。もうわしの方が早いので、ソーラービームを打ち込んでいきます。で、晴れかだとね、もうあの成長の、特攻の上がり幅が1段階から2段階になるんで、特攻2段階上昇、ソーラービーム、当然グライオンは耐えられるはずはありませんね。素晴らしい、素晴らしすぎる。で、晴れターンはまだまだ残ってるんで、このままウツボットで暴れて3立てしてわしの勝ちかな。きついポケモンいるかな。ウェザーボールで炎技にもなるんで、あまりきついポケモンいなさそうだね。特攻2段階上がっちゃってるし。さあ、ここでバシャーモンを繰り出してくる。バシャーモンは素早さ1段階上がった程度ではね、止まらないっすから、この抜けないっすから、ウツボット2回守る決めない限り無理だと思うけどね。2連守るされたら、うん、やばい。じゃあヘドロ爆弾打ちます。抜けてないんだよな抜けないんだよな。それじゃ抜けないんすよ。残念ですね。ウツボットの前にひれ伏しなさい。さあ、ラストがハッサムということで、このね、ウェザーボールが刺さっていく。ウェザーボールは、晴れかの時であれば、炎技になります。このバレットパンチをしっかりと耐えた上で、ウェザーボール炎技になると、ハッサム4倍弱点、当然ワンパンでーす気持ちいい。今回はあれがね、刺さったね、なんだっけ、置き土産がばっくり刺さった試合でした。いかがだったでしょうか。刺さる相手にはめちゃくちゃ刺さりました。しかしながら、炎タイプ、草タイプ、毒タイプ、この3つのタイプで殴っていけないポケモン、そいつらにね、めっちゃきつかった。クレセリアとかめっちゃきつかった。あ、無理だなって思いますなので、やっぱ3人目だね、3匹目のポケモンをどういう構築にするかっていうので、非常に勝率が変わってくるのかなと思いつつ、まだまだね、このキューコンを軸としたハレパ進化の予感がするので、また何かね、妙案思いつき次第ハレパやっていこうと思いますので、何卒皆様温かい目で見守っていただければなというふうに思います。今回の動画でね、キューコン面白そうだなと思った人は、ぜひ育成してみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。